皆さんこんにちは、トミーです。今回やってきたのはですね、こちら沖縄中部北谷町美浜のですね、美浜食堂にやってきました。こちらはね、知っている方もいるかもしれませんけども、まずは中に入っていきたいと思います。一人ですけど、はい、席はどこでもいいですか？あ、ここでいい？はい、ありがとうございます。骨汁一つお願いします。おお、すごい。見てください。このボリュームと迫力にね、本当に圧倒されますよね。大きな丼いっぱいにね、肉のついた骨がね、盛られているんですけども、まずね、食べる前の味付けなんですけども、生姜をね、入れる方もいらっしゃいますし、さらにね、コーレグスを入れる方もいらっしゃいますけども、僕は何も入れずにね、そのままの味で食べています。ではね、早速食べていきたいと思うんですけども、初めてね、この骨汁をね、見た時はですね、どこからね、手をつけていいのか正直わからないというかね、戸惑うね、経験をすると思うんですけども、まあ、骨にね、肉がついているということになりますので、その骨からね、肉をね、ほぐして食べるか、あるいはね、このようにそのままね、かじるという方法がありますけども、まあ、なかなかね、こう上手にというかね、綺麗にこう食べれないというのが、まあ、正直なところなんですけども、まあ恥ずかしがらずにですね、ガシガシですね、この骨についたね、肉を削ぎ落としていったりとか、まあ、あるいはね、もうかじりついていくというのがですね、いいんじゃないかなと思っています。まあ、正直ですね、沖縄にはですね、さまざまなね、郷土料理、沖縄初のね、料理がありますけども、このね、骨汁が一番ね、食べにくいんじゃないかなと。食べにくさね、ナンバーワンではありますけど、でもですね、それだけですね、美味しくて魅力のあるですね、沖縄の、まあ、郷土料理ということが言えると思うんですけども、で、骨汁をね、注文するとね、純粋にこの骨って何って思うと思うんですけど、実はこの骨はですね、沖縄そばの出汁を取った後の骨なんですよね。面白いですよね。出汁を取った後の骨をさらに、まあ、料理として提供しているということなんですよね。でもね、逆に臭みがね、取れてすごくね、食べやすくなってるっていうところに気づいたのはね、すごいなっていうふうに思うんですよね。ですので、全くね、臭みも感じず、まあ、癖もなくですね、まあ、美味しく食べることができる、すごくね、素晴らしい料理だと思うんですよね。沖縄は豚をね、鳴き声以外は全て食べるというふうにもね、言われていますけども、ある意味ですね、それをまあ体現したようなね、素晴らしい料理でもあると思うんですよね。本当にね、この豚のね、骨についたね、この肉がですね、しっかりこう処理をされていてですね、むちゃくちゃ柔らかくてね、美味しいんですよね。で、まあ豚肉と一緒にこのように昆布とか島豆腐ですね、それと大根ではなくて冬瓜というね、沖縄の野菜も入っていましてですね、もう食べているだけでね、口の中にね、
沖縄が広がるというね、素晴らしい料理なんですよね。なかなかね、提供しているお店は少ないんですけども、ぜひね、機会があればね、沖縄に来たら食べていただきたい料理でもありますよね。肉をね、そぎ落とした骨をね、置くお皿がありますので、ともかくね、ひたすら骨からね、肉をそぎ落とし、お皿に移し、そして移すというのをね、このように、どんどんと、繰り返していくとですね、だんだんとですね、スープがね、見えてくると思うんですけども、はい、ここからがですね、骨汁の最大の山場、クライマックスになってきます。スープだけになったらですね、スープの中に入っているですね、そぎ落としたね、豚肉をスープと一緒にね、堪能しながらですね、白いご飯をかき込むという感じで、これがですね、たまらなく美味しいんですよね。これはね、ぜひ沖縄旅行に来たらね、ぜひどこかのタイミングでね、体験をしていただきたいね、非日常なね、グルメ体験になること間違いなしだと思うんですよね。もうね、この動画を見てるだけでですね、むちゃくちゃこうお腹が空いてくる感じがしますよね。このね、そぎ落としたね、お肉とね、スープ、わかります？これむちゃくちゃ美味しいですよ。これを食べて、さらにね、ご飯を食べていくという感じなんですけども、もうこれをね、楽しむためにもうどんどんとね、あの肉をね、そぎ落としてきたみたいなね、あの作業があるわけですよね。あの作業があって今があるみたいなね、かなりね、人生を感じるようなね、料理がね、骨汁だというふうにね、思うんですけどね。はい、最後にですね、そこに残ったね、骨汁を飲み干すわけなんですが、見てください、奥に見えるね、白いお皿に乗った骨の山ですよ。これがまさに美浜食堂の骨汁という感じですよね。美浜食堂は那覇市内から車で30分で行くことができます。 Google マップへ美浜食堂と入力してください。ただですね、お昼時間がですね、とても混みますので、時間をね、ずらして行かれることをお勧めします。当チャンネルでは沖縄の今をお届けする動画やライブ配信を行っていますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。